皆さんこんにちは。5月3日金曜日、今週もですね、鹿児島市内産業道沿いにあります奄美の里サンドフレールからお届けします。皆さん昨日もお伝えしましたよね、アトビンのお取り寄せのアジサイが来ましたよ。皆さん見てください、すごいですよね。もう大人気の万華鏡、もうこの透けるようなブルーとですね、あとなかなかですね、万華鏡ってピンクって来ないんですよ。ピンク、ほらもうすごい可愛い万華鏡のピンク、この辺もですね、もう大人気品種が入荷してます。あとですね、私も大好きな茜雲、すごい可愛いこう手まり咲き、ポンポン咲きのですね、茜雲も入ってますし、あとですね、もう私が大好きなのが月うさぎ、可愛い真っ白で星々咲きのお花なんですよ。もうとっても可愛い品種がですね、もういろいろ入荷しているので、ついついオープニングで紹介してしまいました。そしてですね、今日は何をご紹介するかというと、先日の一日遠足2日目、遠方からですね、来られたお客様を連れて、鹿児島市内の素敵な個人亭、お庭をですね、散策してきましたよ、皆さん。ぜひその模様をですね、この後お伝えしますので、ご覧ください。ブラックムーニーが可愛い、もさもさ茂ってる。これ珍しいのよ、豆ちゃんの花みたいな、このブラックムーニー、とっても可愛い。で、あとこのヘレニウムがすっごい強健で、もうこっちだったらほぼほぼ一年中咲いて、次々咲いて、あとこうやって増えていくので本当におすすめ。次のこれ赤い方ですね、いろんな色があって、色変わりのもあるし、さ鳥がそうだね、山だったからそこを削って段をして、うつぎ、はい、もうちょっとだと思います。これとピンクといろんな色が来る、はい、ピンクもあります。ピンクとあと白ピンクに、白ピンクに色変わりするのもある。あとなんかこう左の方はずっとアジサイとかを増やしていこうかなって、手がかけられないからって言って、今いろんなアジサイを植えていってるところです。アジサイロードに 2,3 年後になる予定 でこのベゴニアがよくあの石峰さんが撮るあのビッグって大きくなるやつ、こっちはどっちかっていうと寒さがダメだから、あのこの人は脇だといける。食薬はね、堆肥を しないでね、あんまりルピナスの柔らかい方、走って咲く方じゃなくて、ピクシーデライトって言って、さっきあっちの角に紫もあったけど、そうできるかな、3年物であるの。いやいやいや、あのどうかなと思って、これがね、暑くなるまでだから、植えてどうかな、春に植えて半年持つかなぐらいかもね、もしかしたら半陰のところに植えればいいかも、水はけよくして。そこはね、果樹を植えてるんですよ、そのコーナーは。そのとこはね、旦那との戦いなんですよ、場所取り。そう、うん、で、うちの植えた花をまたちょんぎってみたの、あらこのうつぎがミニのうつぎだったね、それはライラックじゃないあ、うつぎだね、あ、それ今から、今から、去年は一回送ってるよ、うん、うん、あのピンクの、それはね、そう、ボタンクサギ、今ねでももうないのよ、出てこない、増えるんだけど、うん、販売用に出荷する人がいない。紫とさ、この白とあるけど、紫の方だけ今いってるよね。紫でいいのね。あー、どうけ、うん、これいつもみんな欲しがる。もうちょっと固有のも、これはもうでも10年ぐらい、あの、今いってるのがこれの固有方だけだよ。そうそう、これ白額のブルーなのよ。これはまだ真っ白は、真っ白は、うん、よりはこれの方が、うんうん、
ね、ラグランジアが去年のがすっごいほらすごい、どの枝にも花が来てる、水やり。そうよ、クレマチスがすごい。クレマチス大輪で綺麗だよね。うん、これ強いよ。ワンダでコール全部いいがね。ベンチに並んでる。寝てる寝てる。あらそう、カエルが座ってる。そうそうそう。ねえ、その前綺麗ね。これがキャットミントで出根で、これも毎年綺麗だし。このイングリッシュゼラニウムとかも色変わりしながらすっごい長く咲いてくれるからすごい可愛い。とガーデンフクシアが去年はねなかったんだけど本当に可愛いの、これとこっちとほら。バラの匂いじゃないかな。バラだよ。かわいい。ねえ。肥料だ肥料。ね。肥料が違う感じだよね。うん。ね、ちょっと肥料が。そう。あのモリモリ度がちょっとだけ違うね。見えたら。違うね。そうだから今どこの人と思ったけど。うん。そうだよ、ブロックだよ。であっちのテーブルの魚箱だよ。発泡スチロールの、それよく洗ってしたのにハエが来るそう、そうだよ、横から見たら分かる、ね、そうなの、そうなの、いろんなのをねして、でなんかあっちこっちにこっちにエッシャーとかのプレートが、そう、あのほらプレートがあるのもあの型に流し込んで作るんだよ。ハート型はね、旦那さんにハートのチョコレートを食べさせて殻を使って枠を取れてそうそうそう、肩押しをして作ってみて、
はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか。本当に素敵なお庭でですね、1軒目のお庭は鹿児島市内竹の方のお庭なんですけども、お花が大好きでですね、お家の斜面をずっと開拓してですね、もう一周全部、もう本当公園みたいですよね、公園みたいなお庭で、もう本当ですね、あの華奢な可愛らしい奥様でですね、もうこの方がここを一人で全部してるのかしらっていうぐらいのパワフルな方なんですね。で、ちょっとですね、あのお掃除とかのおじちゃまは手伝ってくださる方がいるんですけど、もうでもほぼほぼお一人でお庭をされてるというですね、もうお花大好きな奥様でですね、もう本当に素敵な公園のようなお庭ですね。だんだんですね、あの体力が追いつかないっていうことで、あの今アジサイロードとかですね、クリスマスローズロードとかですね、あのいろいろ手のかからないお庭にもしましょうねって言ってお話はするんですけど、ついついいろんなお花が好きでですね、植えてしまってしまったと毎年おっしゃってますね。でも本当に素敵なお庭でですね、あとの2軒は指宿のお宅で、1軒のお客様は本当にお花大好きで、もう器もですね、オブジェも大好きで、もう飾るのが大好きな方ですね。もう素晴らしいお庭で、で3軒目のお家は広いのでですね、そこもですね、手がかからず、本当にこの方はですね、器用で、挿し木とかですね、増やすのがとってもお得意な方なんですよ。なのでもうそこのお庭に合うですね、強健な種類を挿し木をして増やしたりですね、あのもうお手入れはもう本当に毎日のようにもうとっても素敵にされてらっしゃる、あのしてらっしゃる方なので、もういつも綺麗なお庭でですね、いつ見ても素晴らしい、いろんなお花が咲いてですね、というお庭を3軒ご紹介でした。というところで、サンドフレールもですね、お庭は紹介できないんですけど、アジサイをちょっとだけ気になる品種を紹介させてください。はい。昨日ですね、プリンセスシャーロットってブルーの方を紹介したんですけど、実はですね、ピンクも入荷してたんですよ。でも、かわいそうにピンクもですね、もう本当に透けるようなこの中心のピンクのストライプが可愛いですね、種類なのに、もう今朝からですね、もうブルーの方ばっかりお問い合わせが来てですね、ピンクちゃんがかわいそうな気がして、ちょっとピンクも、ご紹介でしたプリンセスシャーロット、どちらもですね、もう本当に透けるような、もう見れば見るほど可愛いお花なんですね。であと島根のオリジナル品種、万華鏡のと一緒のところですね、星集めって言ってですね、見てください、なんか一つの本当に星を散りばめたような一つのお花にですね、このカラーが濃淡が出るんですよ。本当に可愛いですね、星集めっていう種類、こちらも本当に強健でおすすめですね。こんな風に色鮮やかなですね、月光とかですね、はい、こちらの種類も何だったかな品種が多すぎて、はい、あの思い出せないぐらい、綺麗なお花ですあの2色上のですね、とても素敵な華やかな、もうお母様にぴったりのですね、プレゼントにもご自分のご褒美にもいいというアジサイも、はい、いろいろ入荷してますので、もう紹介しきれないぐらいですね。あとですね、打って変わって渋々のパープルシルバー、もう秋色アジサイですね。こういう渋系のアジサイももちろんもうご準備してますよ、皆さん。シャンドフルールはですね、アジサイフェスティバル中ですので、ぜひ皆さんですね、全部で何品種あるのかな、多分、何種類、50種類ぐらいあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見にいらしてくださいね。というところで今週もいかがだったでしょうか。今週もですね、動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではぜひ来れる方はですね、シャンドフルールのアジサイフェスティバルご参加くださいね。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。